はい、おはようございます。今日で積み木ですね。積み木が今日6月入りましたね。6月になりました。1日で今日で34ね。よいしょ、どうしましょうかね。今日でね、順ですね。6月の1日で34。はい、さしこちゃんです。始めたいと思います。よろしくお願いします。おはようございます。今日水曜日ですね。おはようございます。今日は差し終わりからですね。でこれいきましょうかね。じゃあね、今日もですね、昨日もでしたが、今日もお前の定業日です。こけし家のこけし展開催中となってますね。皆さんちょっとずつこけし、毎日こけしこけし言ってるからね、ちょっとこう気になってくれたかな、くれてるかなくれてるかなっていう気がしてるんですけど、どうですかね、こけしいかがですかね。6月は19日までとなってます。今日が1日で、営業日、今日1日水曜日が営業で、今週は3日ですね。3日金曜日ですね。来週以降の営業日をお伝えすると、6、8、10、12、14、16、18、19。結構ありますね。今日入れて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、10日ぐらいある。10日、でも10日ぐらいあるじゃない。10日ぐらいしかないですね、もうね。ぜひ、まだの方はぜひ、お近くの方は、来てみてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ次はじゃないですね、刺しましょうね。今日刺し終わりなんで、刺し終わりしてからコメントのご紹介しましょうかね。昨日はもう刺し終わりまですると長くなるなっていうところで、ちょっとまあ以前もあったような気がするんですけど、だから今日差し終わりからのスタートということでいきましょう。ちょっと待ってね。よいしょ。何ブロック目かな。リボンの巻さん9ブロック差したって言ってたね。ちょっと待って、ね、差し終わり。ちょっとここで中に入って、中に入って出して今日気持ちがいい。今日曇りなんですけど気持ちがいいです。なんか朝の刺し子にはもってこいの、暑くもなく寒く、まあ、ジメジメもなくかな。もう寒くはないですよね。もうね、宮崎はもうだいぶ暖かくなってきて、貫通してていいのかこれは。これは貫通してたらダメね。ここ中通さなきゃいけないやつだから貫通ダメでした。ちょっと待ってね。ここにねちょっと時間を取られますよ。ちょっと待ってね。貫通してんな時間を取られるからゆっくり行きましょう。こうね、こう来て、そうで、今日は涼しいってこと言った、涼しいっていうのを伝えたかったんです。涼しいです。ね、刺し子しやすい朝ですね。刺し子しやすい朝ってあるのかな。あんまり朝してる、されてる方って多くない気がするんですけど、一応僕してるので、刺し子がしやすい朝です。ね、朝ですよ、ね、皆さんね、見てる方は夜ですかね。夜だったり、そうですね、見てる方はもう夜ですよね。夜の夕方ぐらいにアップするのがだいたい最近は5時とかを一定の目処にしてるんですよね。アップのタイミングをね、もうご存知の方はご存知だと思うんですけど、夕方の5時ぐらいを動画を、だいたいいただいたコメントを4時ぐらい
4時から5時ぐらいの間で、まあ、かけできるだけ書いて、で、あら、針に糸が。で、5時にアップする、公開設定しているような感じですね。その、あの、流れが、今こう、しっくりきてるというか、リズムが。ね、ちょっと待って、ちょっと糸がね、ギリギリやから、ギリギリというか、105センチで今回も行ったんで、見えないなぁ。これ糸通し使った方がいいかな、なんか。入ってるかな、入ってるね。ね。なんか糸通し使えばいいんだけど、こう、まだ自分の目に自信を。ね。自分の目に自信を。あ、これ間か。ね、使いたくないっていう意地があったりしませんか。そんなことない。あ、これなんだっけ、どうしたらいいんだっけ、中を通して、中を通してるから、これ普通にさせばいいのか。ね、意地になって、まだまだ糸通しは使わなくても、自分の裸眼を信じて、みたいなのってないですか。ないね。ね、僕はあるんですけど、まだまだ見えてるよちゃんとっていうね。なんかちょっと変なとこから出てんな。まっすぐ来てたのに、なんかちょっと待ってね、刺し方が悪かったな。あーもうってなるな。いやーもうってなるな、短いと。昔はこんなんばっかりでしたけどね。あーもうって、ちょっと待ってね。ね、そのままやればいいんですけど、なんかね、気に入らない時が多々あります。よし、でもう行きましょうかね、これでね。ちょっとあんまり気に入らなくても、で、ここで中に入れて、で、遠いとこから出すと。よし。あ、ダメだな。なんかダメだな。ちょっと喋んないけど待ってくださいね。いいかな。あれ、なんかなんでここ出るんだ。はい、ですね。はい、じゃあ終わります。もうすぐね、何ブロック目だったっけ、何ブロック目かはちょっと忘れたけど、で、ハサミ、なんか最近ハサミの切れが悪いっていうか、あ、なんか変な切り方した、なんか気持ちが悪い切り方した。はい、おしまいね。で、これおしまい、針はここで、おしまいですね。ここが終わって 1,2,3,4,5,6,7 だ。7だね。リボンの巻きさん9だから、まだまだ待ってくださいね。待ってますって書いてたんですけど、まだ。で、次8ね。8。で、やっぱり105センチぐらいでやっぱいいぐらいですね。ギリギリすぎず、無駄にならなすぎず、あれ、糸のあれがない。あったと。で、これでちょっと糸も取ります。105で取ってみます。ね、もう慣れたもんですね。よいしょ。で、これで30。
60、90で、これで100、ここで105ね、このぐらい。よし、で直近しますね。はい、直近。OK。で、8ブロック目いきましょうね。で、やっとコメントが紹介できます。あ、まだか。もうちょっとして、ちょっと差し始めまでしとくか。ね、まだ。まだ全体、積み木全体の半分、まあ外側を塗ってるのを加味すると、やっと今半分ぐらい、まだ半分まだいってないかな今日何時だ、今日何時ですかね、今日20、30、何でしたっけ、33でしたっけ、 4でしたっけ忘れてるね。やっぱなんか60とか70とかそのぐらいかかんのかな。ね。今日何時、今日何時だったっけ。今日は34か。今日は34で、ヤバネさんが72かかってるから、まあそのぐらいかかるんだろうな。よし、行こう。で、8ブロック目いきます。で、ここもちょっと差し始めまでしてコメント紹介しましょうね。みやこさんからいただいて、今日はね、みやこさんだけいただいているので、そんなにこうたくさん紹介しなきゃっていう感じじゃないから、ちょっとここまでさせてください。ちょっとみやこさん待っててくださいね。待ってるでしょみやこさんね、今ね早くって思ってるでしょ。思ってないかな、思ってないかよし、ね、ちょっと待ってね。よし、で、ね、この刺し方も自分なりに考えた刺し方で、だいぶ頭の中にも入ってきてるから、もう髪を見なくてもいいね、大丈夫な感じ。よし、じゃあここまで引っ張って紹介しますね。お待たせしました、みやこさん、からさんですね。じゃあ行こう。はい、じゃあちょっと、あ、パソコンがちょっと待ってね。よし、からみやこさんからコメントいただきました。みやこさん、ありがとうございます。さしこちゃんをラジオ代わりに聞きながら、刺し掛けの付近を頑張って刺してますよと。ああ、ありがとうございます。ラジオ代わり聞いてくださってるんですね。皆さんのコメント聞くのが楽しみですと。ああ、ありがとうございますね。病院の診察待ちの間に刺し子をしているので、ババ友と言うんですね。ババ友が増えましたが、びっくりした絵文字がついてるけど自分で言って自分でびっくりしてる顔になってる。昔の人は手作りしてたから物知りですよと。ああ、その病院の診察待ちされてる時にお友達ができて、でそういう方が、まあ、昔の方っていうか、ね、私が上の方とかが多いってことですよね。で、昔の方、いろいろ知ってますよと。で、昔のものの本にこけしの使い方がありました。おう、こけしの使い方。なんと、こけしを空洞にして、おう、空洞にしてラブレターを入れて、交換日記みたいに使ってたそうです。ロマンチックって書いてますね。おー、へえ、そうなんですね。こけしを空洞にして、あ、そうか、こけしって空洞じゃないのか。木だから、空洞、あ、刺した。空洞じゃないね。確かに。
それを空洞にするんだ。空洞にして、筒っぽくなるから、それにラブレターを入れて交換日記。すごい。なんか封筒みたいなことですね。だからね、要は。封筒というか、それを渡して、手渡しするのかな？手紙のまま渡すのはちょっとやっぱ、あれだから、こけしを身にまとわせて、ロマンチックって書いてます。そうですね。なんかこう、本当感じます。なんか、時代というか、なんかそういう時代があったんだね。それ本に書いてたのかな？昔の本にこけしの使い方がありました。ああ、本にあったってことはやっぱそういう文化があった、時代があったんでしょうね。地域にもよるんでしょうけど。知ってるかな、店主。知らないだろうな。なんかでもこう、まあ、こけしなのかな。なんかうちにもあったようなこけしぐらい、細い、なんかちょっとこういう、まあこけしじゃなくてもこう、ちょっと細めのこう、このぐらいの太さというか丸のちょっとこう筒で、まあこけしだけじゃないのもあったんですけど、顔がこけしの顔で、こけしじゃないやつもあったんですけどね、熊の顔とか。なんかそういうやつで中が筒状で、まあ手紙のやり取りなのか、なんかありましたね、そういう雑貨というか小物というか。家にあったのか、布店で売ってたのか。なんかペッツってお菓子があるじゃないですか。わかるかな？ペッツ。ちょっとね、上。ちょっと今、待ってね、ここに今、あったんじゃないかな、ないかな。ちょっと待ってね。これちょっと違うのかな。こんな感じ。これ。かわいいの出てきたね。これ。これほら、ここにこう、結構すると、こう、あれ。これペッツじゃないのかな、こう。これパカって開くんですけど、まあこれはちょっと違うんですけど、こういうぐらいのサイズ感の、ここはもうちょっと太くて、こう細くて、で、ここがちょっとこれ顔が大きいけど、ここがこけしの顔になってて、で、ここが、こう外せる、ここの顔の部分で外せるのかな？これをちょっと これもパカって言ってますけど、これはここの中になんかラムネかなんかが入るんですけど、こういうサイズ感の、ちょっともうちょっと太めので、顔がもうちょっとちっちゃくて、顔がこけしの、なんか、そういうの見たことあるな、という、見たことあるな、話です。うちとかね、うちだったか、お店だったか。それだから、中が空洞だったから、そこに手紙を、ちょっと小さいの手紙をこう丸めて入れてっていう、そういうことじゃないかな。みやこさんね。あ、みやこさんも実物知らない。本に書いてたから。でも昔だから、昔はもうそんなにこう小さいこけしじゃなくて大きいこけしだったんじゃないかな。どうなのかな。昔もあったのかな、小さいこけしがね。でも中を空洞にするって大変ですね。もうされてあるんじゃなくて、普通のこけしに中を空洞にしてって書いてるから、ね、それが大変ですね。そういう使い方があったんですね。ロマンチックですね。確かにね。ありがとうございます、みやこさん。そんな。で、多分、今かわかんないけど、ラジオ代わりに聞いてくださっていると。ね、いいですね。ありがとうございます。そうね、ラジオ代わりに待合室とかで、とかね、いいですよ。店主も、もう、病院とかね、そういう、なんかありますよね、こう、眼科的な。眼科だったり、まあ今だったらこう、ワクチン接種でね、待ったりとか、まあ時間指定するからそんなに待たないのか。まあいろいろ病院があるじゃないですか。皮膚科だったり、眼科だったり。あとは何ですか、歯医者だったり、あの時のこうなんか変な待ち時間の時に差し込みをするっていうのはもういいと思いますね。ね、あの待ち時間がね、
なんでだって思いますよね。予約してるのになんでだって思いますよね。前も言ったけど、なんでだって思いますよね。で、それが毎回だから、毎回なんでだって思いますよね。あれもうちょっとどうにかならないんですかね。何のための予約なんだって僕はいつも思うんですけど、予約してんのに予約の時間になっても呼ばれないっていうね。おかしな話ですよね、あれね。ワクチンの時はちゃんと呼ばれますよね。あとが、ちゃんとね、あともう4つスケジュールが組んであるから。病院とかですよね、やっぱね。一筋縄ではいかないというか。だからそれがやっぱりね、苦痛というか、もうなんでだって思ってるんだったら、もう刺し子とか、まあ本読んだりとか、ね、するとだいぶ時間が有意義になるっていう。ことですね。みやこさんありがとうございました。貴重な小池の、小池でなくて、こけしのその使い道としてはね、貴重ですね。やっぱお土産色が強いので、やっぱりこう、昨日もこう、やっぱある佐藤さんとかからコメントいただいてたみたいに、あるけどこう、昔お土産でいただいたものっていう感じの、まあ、そこで一回も用途としてはね、お土産で、プレゼントでっていうのでも用途としては終わってるので、また別の用途がね、まあ置物ですね。お土産から置物へみたいな用途が一番主流ですよね。小さめのこけしがね、いっぱい出ると、もしかするとこう、使い勝手が見えてくるかもしれないですけどね。ありがとうございます、みやこさん。勉強になりますね。今日も20分だ。今日ちょっと最初に時間取られたから。いいですね。今日このぐらいでサクッと終わって。ね。また明日はどうかな、できるかなという気がしますが、まあ、ちょっとこう、ちょっとお仕事がバタバタしてきている感もあるので、できるかなと思いつつ、まあ、できればやりたいなと。よし、じゃあ今日ここまでしとこう。また皆さんもなんかこう、こういう用途が、使ったことありますとかね、あるかな？なかなかなさそうだけど。ね、みやこさんの向こう昔の本にっていうだから、今はそうじゃない。ね、中を空洞にしてって。最初から空洞だったらね、そういう使い道もね、今でもできそうですけどね。大変ですよね、空洞にするのもね。はい、じゃあ今日ここまででいきましょう。ね。はい、じゃあ今日はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。